はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2022年10月の8日土曜日、現在時刻が12時26分です。週末のひととき、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。それでは今日のマーケットを見ていきたいと思いますが、昨日日本時間の7日ですけれども、21時30分に注目の米雇用統計が発表されました。この数字がですね、市場予想よりも若干良いという、ね、数字が出ました。これによってですね、昨夜のアメリカ株式市場ですが、寄り付き窓を開ける形でですね、寄り付いて、その後ずるずると下げる形でね、取引を終えました。チャート的にはね、良くない形で取引を終えたんですけれども、まず昨日の雇用統計ですけれども、9月の米雇用統計ですね、市場予想は雇用者数25万人増ということだったんですが、結果が26.3万人増とですね、市場の予想よりも少し良い数字が出ました。そして失業率ですね、こちらがですね、市場予想は 3.7% を予想していたんですが、結果が 3.5% とですね、失業率が低下しているということでですね、こちらもいい数字が出たということによって、アメリカの雇用ですね、これは堅調に、ね、推移しているということ、ですので経済活動もですね、活発にね、滞りなく行われているというふうに捉えられてですね、これによって FRBですね、こちらの利上げがまだ積極的に行われるんではないかというふうに、ね、マーケット捉えられているでございます。ここまでですね、75ベーシスポイントの利上げをですね、3会合連続ですね、 FOMC でやっていたんですが、これだけ利上げしているにもかかわらず、経済活動はですね、雇用は改善しているということでありまして、経済活動は強いじゃないかということでですね、まだまだ積極的な利上げをね、踏み切ることができるんじゃないかという捉え方があるということですね。まあ、これによって今マーケットがネガティブに作用したというところでございます。指数で見ていきますが、ニューヨークダウですけれども、630ドル安でしたね。2.11% 下落と大きく下がりました。で、ナスダック総合指数ですが、こちらは420ポイント、実に 3.80% ね、下落いたしました。指数で 3.80% の下落ですとね、大きな暴落と言えると思います。S&P500 も104ポイント下がりまして 2.80% 下がりました。昨夜のアメリカ株式市場は3指数揃って大きく下がる形となりました。7日のアメリカ株式市場ですが、ニューヨークダウが3日続落ということですね。7日の朝、日本時間の昨日の21時30分に発表されました9月の米雇用統計ですけども、労働需給がなお引き締まっていることを、ね、示す内容であったということで、米連邦準備理事会 FRB が積極的な金融引き締めを続ける見方が強まったということですね。これによってですね、アメリカの金利、長期金利ですね、こちらがですね、10年債国債ですけども、こちらが一時 3.9% 台、4% 目前ですね、まで、ね、上昇しました。最終的には 3.8% でね、取引を得たんですけれども、この10年債国債長期金利の、ね、が急騰しているということ、まあ、これがですね、株式の割高感につながっているというところですね。で、米雇用統計ですけれども、景気動向を反映する非農業部門の雇用者数が、ね、26.3万人増と、市場の予想より良、ね、かったということですね。で、失業率も 3.5% の7月市場予想の、ね、3.7% 下回ったということで、まあ、こちらもいい数字がありましたね。で、平均時給ですけれども、こちらの伸び率もですね、市場予想は 5.1% だったんですけど 5.2% とね、まあ、引き続き高い水準だったということですね。これによってですね、市場としては依然として労働市場のですね、過熱感は強いというね、声が目立ったということですね。で、FRB が9月に続いて11月のね、FOMC ですね、米連邦公開市場委員会で通常のね、3倍に当たります 0.75% の利上げ、75ベースポイントの利上げをですね、まあ、決めるだろうということで、12月以降もさらに大幅な利上げが続くという見方が広がったということによってですね、株式市場は、まあ、これを、ね、嫌気した形となりましたね。また、あと半導体ですけれども、アドバントマイクロデバイスが発表した2022年の7月から9月期の決算がね、
速報値をね、市場の予想を下回ったということですね。ちょっと半導体関連、そして、7日に発表された韓国のサムスン電子ですけれども、こちらもですね、21年の7月から9月期の営業利益が実に 32% 減とね、サムスン電機はなったということで、まあ、これも市場の予想を、ね、下回ったということで、まあ、世界的な景気減速を受けた半導体需給の、ね、弱みがね、また一層こう鮮明になったということですね。まあ、企業業績の下振れにつながるんではないかということで、昨日はですね、半導体関連株ですね、大きく売られましたね。ダウ平均もですね、ニューヨークダウもね、$780余り下げる場面もあったということでですね、週前半に景気減速でね、週刊中央銀行は利上げペースをね、緩めるとの観測からまあ戻りを試していたんですけれども、主要中央銀行のね、政策展開の期待がね、まあ、ちょっと今週末は後退してしまったということですね。まあ、タブなど、まあ、リスク資産に対する持ち高、手締め売りが出ているというところでございます。ハイテク株比率の高いナスダック総合指数ですけれども、こちらも、ね、ニューヨークダウ以上に大きく下がったというところで、まあ、3日続落となったんですけれども、まあ、こちらも、ね、半導体の NVIDIA、まあ、こちらがもう 8% ぐらい売られましたね。で、電気自動車のテスラも、ね、大幅安になったというところですね。まあ、テスラに関しましては、イーロン・マスク CEO 最高経営責任者も、ね、ツイッター買収に絡んでね、まあ、そういう懸念もあるというところもあるんですけどもね、まあ、非常に軟調な動きとなってしまいましたアメリカ株式市場ですね。この米雇用統計ですけれども、まあ、失業率が、ね、予想外に低下したというところ、ここがやっぱり一つの大きな、ね、あの下落の要因となりましたね。雇用統計の数字自体はですね、まあ、若干良かったんですけど、まあ、失業率の低下が、まあ、3.7% 予想が 3.5% ということで改善しているというところがあったので、この失業率の数字を見てマーケットの方がネガティブに反応したように、受けましたね。失業率の低下が予想外だったということで、まあ、インフレを抑制する、ね、FRB ですね、金融米金融当局が、再度の大幅な利上げを実施する可能性が、まあね、これが高まっているというところで、11月に FOMC にですね、あるんですけれども、今のところですね、75ベーシスポイントの利上げの確率が8割、 80% を、ね、超えているということですね。この利上げの確率がほぼほぼもうね、75ベーシスポイントが4回合連続になるだろうということ、そして12月の FOMC でもですね、まあ、75ベーシスポイントの利上げの確率がまた2割ぐらい、ね、出てきているというところですね。まあ、大方は5割 0.5% の、ね、50ベーシスポイントの利上げだろうというところもあるんですけども、まだですね、このやっぱり2022年年内いっぱいですね、大幅な利上げ、通常は 0.25% ですね、まあ、それ以上のですね、2倍3倍の利上げがですね、あと2回の会合まであるだろうということもあって、こちらマーケットの方はですね、ネガティブに作用しております。でアメリカも日本もそうですけどもね、今週は来週は月曜日がねお休みということで、アメリカのはコロンブスデーということですね。日本はスポーツの日ということであるんですけども、日米ともに3連休ということでありますので、マーケット的にはね手締め売りが出やすいという水準でありましたのでね、3連休前にして、昨夜のアメリカ株式市場はですね大きく下落したというところでございます。それではね、今度は仮想通貨の見ていきたいと思いますが、12時34分現在ですが、ビットコインの価格ですね、今$19,530、2.34% 下落となっております。イーサリアム$1,332、1.73% 下落ということで、まあ、今日もね、仮想通貨市場も相対的には売られてはいるんですけども、まあ、一部の銘柄でね、リップルあたりが 7% と逆行高で高くはなっているんですけれども、まあ、仮想通貨市場はですね、アメリカの株式市場が大幅な下落になった割には比較的下げはね小さいかなというところです。まあ、ビットコインが 2%、イーサリアム、ビットコイン、イーサリアムがまあ 2%、程度の下落となっているんですが、まあ、昨日のねナスダックが実に3.8% を下げましたので、まあ、それと比べると仮想通貨市場動きがですね、柔らかかったかなという印象を受けますね。まあ、ただ、3連休ね、日米ともに入ってますので、この間にまた仮想通貨市場はですね、
株式市場はお休みですけど仮想通貨市場は動いておりますので、まだ売り込まれる可能性もありますので注意が必要なんですけどもね。ビットコインですけども、ちょっと円建てで見ていきましょう。円建ての価格で言いますと今283万9000円ですね。イーサリアムは19万3000円ということですね。で今日急騰しているのがリップル XRP なんですけども、今 0.5 ドル、日本円で言いますとですね76円までね急上げてきましたね。今日はやっぱ円建てで言うと 8% 上昇してるんですよね。でこちらまあ SEC の裁判の要だと思うんですけども、リップルが急騰しているというところですね。まあ、その他ですけれども、その他の通貨で言うと、まあ相対的にねバイナンスコイン、カルダノエーダ、ドージコイン、ソラーなどは下落しておりますね。まあ、リップルだけが強いかなというところではありますね。そういう仮想通貨市場ですけれども、まあ、こちらもですね昨夜の発表されました米雇用統計の大幅利上げの継続がね、見方が強まるということでビットコインも 2% 程度下落しているということでですね。まあ、これはまあ、マーケット全体的にはですねこの結構必然的な流れかなというところですね。ビットコインだけが、仮想通貨だけがですねこう逆行高に今のところなりにくいということで、非常にこの連動性がね高まっているということで、仮想通貨に関しましては、ビットコインに関しましてはデジタルゴールドと言われてね、まあそういう金のようなコモディティのような側面もあるんですが、ここのところはですねやっぱり株式と相関関係は強いというところがあります。でただ昨夜のアメリカ株式市場のナスダックですね、ナスダックの下落と比べると、ビットコイン、イーサリアム下落の幅は穏やかかなという感じは受けますね。なので比較的頑張ってるとは、下支え支えると思いますね。それではですね、今度は為替のを見ていきたいと思いますが、昨夜のドル円ですけど145円と382円ですね、145円台に乗せて、取引を終えました。また145円台に乗るとですね、日銀のですね為替介入の懸念などはあるんですが、やはりドル高傾向ね続くかなというところで、昨日雇用統計が発表された直後はですねやっぱり為替がすごく動きましたよね。ただ最終的には145円と38銭で取引を終えましたね。ユーロは141円と553円ということで、ドルだけがですね円に対して強くなっているという状況でございました。そして、気になるのがですね原油ですね。原油の価格が急騰しております。昨日は最終的に93ドル1バレルですね、 WTI 原油ですけど1バレル93ドルで取引を終えました。実に1日で 5.37% ね上昇いたしました。原油の価格がですね、続いております。また来週はですね、米消費者物価指数 CPI の発表があるんですけども、まあ、インフレがね収まってるかどうかというところが焦点となってくるんですが、この原油の価格の上昇によってですね、またインフレ圧力がね強まってくる可能性も十分ありますので、この原油の動きですね、こちら本当要注意です。まあ、一時ね下がっていたんですが、また上昇してきて、また100ドルを超えるんではないかという勢いでね上昇してきて、急騰してきておりますので、原油価格こちらもね注意していただきたいと思います。それと同様に急騰したのがアメリカの10年債国債長期金ですね。昨日は結局 3.888% でですね、また 4% を試す水準までですね長期金利が上昇してきております。2年債もですね上昇しておりましてですね、この10年債国債長期金利、国債の利回りですね上昇してきておりますね。この上昇によって株式相場ですね、また売られるというところがありましたのでですね、国債の長期金利の利回り、こちらもね、注意が必要でございます。まあ、そういうふうな、ね、マーケットの状況でありましたけれども、今のところですね利上げの、まあ、ポイントとしましては11月2日にですね FOMC やりますけれども、75ベースポイントの利上げがこれからね、まあ、4会合連続が、まあ、これがメインシナリオかというところですね。12月あと14日に、もう1回、今年はあと2回あるんですけれども、こちらで 0.5% の利上げで、来年はね2020年入りますと2月にやります2月1日にありますけども、まあ、ここでも25ベースポイントの利上げ
が、ね、あるんではないかということでですね、まあ最終的にこの利上げがですね、まあ、あのどこで打ち止めになるかというところと、あるいは2023年に、ね、あの利下げに転じることができるのか、まあ、これはですね経済のリセッションが起こりましてですね、まあ余儀なく FRB が余儀なくされての利下げということになると思うんですけども、まあこういうふうなですね今のところマーケットとしてはまあメインシナリオかなというところでありますのでね、まあ投資するタイミングですね、まだまだ利上げが続いている中ではありますけれども、まあ、悲観の中でね、相場生まれると言いますけれども、まあ、その中でもまだまだ下落の可能性もあるので、ね、注意しながら、ね、まあ日本はこれから3連休、アメリカもそうですけれどもね、今日から3連休ということでありますので、ですね、まあ、しっかりとこう気持ち、ね、体もリフレッシュしてですね、健康な状態でですね過ごしていただければと思います。はい、以上本日は2022年10月の8日土曜日、金融経済世界情勢について語ったみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。北部九州ですけど天気良くなってきましたね。晴れ間が出てきました。気温でも少しね上がってきているので、ここのところねちょっと寒い日が続いておりましたけども、今日は暖かくなりそうですね。それでは皆さん良い週末を。